秋田県男鹿市。なまはげが有名なこの地ですが、海岸線、温泉、見晴らしの良い眺望など素晴らしい見どころが多く存在します。一の目方と二の目方とその先の海の眺望は絶景です。そんな男鹿半島ですが、一風変わった滝があります。急勾配の林道を下ったその先にその入り口があります。道中は直接川を渡るところが何箇所かありますが、橋などはないため足元が濡れることは覚悟しておきましょう。だいたい15分から20分ほど進むとその姿が見えてきます。ぽっかりと開いた穴から流れ落ちる男鹿大滝、一体どうしてこんな形になったのでしょう。滑りやすい足場ですが、目の前まで行くことができます。水の流れるこの場所だけが岩が突き出しています。自然の造形物とは本当に面白いものです。